僕は高等学校で11年間学校の教師してたんですよ。教えたのはなんだ、日本史です。地理も教えた。しかし学校の教科書および指導書いろいろ見る、全然飛鳥の名前なんか出ない。だから一番初めなんだ、縄文土器とか弥生土器とか、土器がなんとか、もう一つは貝塚や。貝塚でなんや、ゴミ捨て場ですよ。そんなこと教えてないなの。だから私たちは学校教育で真実のことを知ったらダメなんです。本当にダメなんです。そういうことだから、元へこう戻して帰ってくると、ナチスが敗れて、そしてもう第二次世界大戦で敗れて、あの連中は、さっき皆さん見た1ページのこの UFO の写真、アメリカに写してますが、この UFO の写真でナチスの幹部たちは、本編に行くとヒトラーおよび奥さんのブラウンは、ブラウンでしたか、ブラウンさんはまずアルゼンチンに行きました。 UFO で、宇宙人の UFO ではない。だから皆さんも時々、わあ UFO 見た、それ地球星ですよ。大概本物の UFO はなかなか見れない。もちろん本物も来ます。それは今日はそこまで話いかないかも分かりませんけれども、でヒトラーはそれドイツ製の UFO で移動してるわけです。で南極に入ってるわけです。で南極でずっと生き続けてる。時々アメリカに来よった。アメリカの最大の謎の部分はどこだ、お気づきでしょう。ペンタゴンです。ペンタゴン、五角形の形をしてる。アメリカの国防総省よ。あの地下はすごいんだよ。誰も入れない。アメリカ大統領も入れない。どっかとつながってる。話は元へ戻すと、そのヒトラーはそこへ行って次なる戦争の準備を用意しよった。そして今氷が溶け出した、地球の温暖化や。だからどうなる、ちょっと消してくださいますか。イランの問題、話はぐるーっと回ってきたからややこしいけど、これからの世界で隠されている最大の謎を言います。1、イラン VS アメリカ、必ず起きる。さっき言った通り。そしてこの戦いの果てにイランは消滅でしょう、おそらく。そして生き残ったアメリカはどこへ行くのか。アメリカと中国です。アメリカは共産主義の中国をできるだけ早くこっぴどくやりたい。だけどご存じの通り、中国は化学兵器が山のようにある。だからかつてあの毛沢東が、我らがアメリカと戦争する、そのためには核兵器を作れていたんですね。だからアメリカの人口、その当時毛沢東生きてた時代からなんか知らんけども、仮に1億5000万とすれば、中国人はすでに7億も8億もおるじゃないか。だからアメリカと戦争して核戦争で生き残るのは中国だ。これが中国人の毛沢東ですよ。人民解放軍ってそういうことなの。ちょっと話進むけど、中国軍、それは国軍じゃないんです。共産党の軍隊です。人民解放軍は、一般国民がどうなるかな関係ないんですよ。人民解放軍は共産党の軍隊ですよ。忘れないで。だから世界情勢が、政治が、経済がどうあろうと関係ないです。彼は自分たちの共産主義のために戦います。行動も起こす。その中国とアメリカが激突する。毛沢東という名も何十年も経った。だからどうなる？アメリカも中国も核戦争で滅べる。核で。それ待ってるわけです。待ってるって簡単に言うけど、そんな連中おるんだよ。あなたは私の頭じゃない。アメリカと中国を戦争させれば人口が
これで消える。そしたらどうなる。この地球を、つまり私たちが言っている世界を統治する、あるいは征服するのは簡単だ。だから僕は言う、3番、それを待っている者たちは、一つはナチス。だから南極へ作ったわけです。もう一つは、これと手を結んでおるネピリムです。だから僕は名古屋で、あるいは宇野クラブで、去年の3月31日からずっとネピリムにして語ってきたじゃない。イギリスの王家もネピリムの流れです。だからこの前、なんとか王子が立てついて、もう私はもうやめます言うたんや。これはすごい内部崩壊が起きてる。だから前にお話したように、ダイアナという人が暗殺された。みんな内部が崩壊が起きてるんですよ、ネピリムの。そのネピリムに戦う政治的勢力が、一つがトランプ。戦う。二番目、イギリスの保守党党首ジョンソンです。この前の総選挙で勝っちゃった。これはえらいことですよ、皆さん。ネピリムにしたら、イギリスの王家、ヨーロッパの王家が瓦解していく。王家がどうのこうのじゃない、僕は2種類の白人があると言った。一つはネピリムの白人だ、後で内容を言う初めての人に。もう一つは普通の白人です。皆さんが白人だって言ってる白人、つまり肌が白いだけの人たち。しかし肌の白いだけの白人が、例えばトランプ、例えばジョンソンたちがネピリムに戦い挑んでる。これが去年や。こんなこと誰も教えないでしょ。マスコミは分かってないです。言っちゃいけないから。そしてナチスとつながる。漁夫の利って言葉があんね。漁夫の利、皆さんが使うでしょ。漁夫の利って何や言うたら、一つはハマグリ、もう一つは詐欺、詩儀か、すみません、ありがとう。これ詩儀、トリア、そう、ありがとう。ハマグリとシギ、有名な話だから知ってらっしゃると思いますが、ハマグリが雨が降らない時、わーっと口開けたんです。おお、大きな口を。ほんで、ああやれやれと思ってた。そこへシギが通りかかって、ガーッと口箸を突っ込んで、その身を押さえよって。ほんとびっくりしてしまって、ハマグリはもう蚊にしてくれと言うかと思ったら、そうじゃない、ガーッて。だからこっちもガーッ、ハマグリもガーッ、つまりどっちもまさに死力を尽くして生きるために頑張りよるわけや。そこへ漁夫が来る、魚取りが、これ人間や。そしてハマグリと今言った死を見てたね、見てたね。力尽きてどっちかが死による、あるいは両方とも死による。今分かる？アメリカと中国はこうして滅びる。核戦争しよったらええやないか、見てたらいいんです。だから今まで彼らは南極で生き残ってよった。もう一方の方はヨーロッパの中に一つの白人として入り込んできよった、ネフィリムが。だから UFO の話は、そんなことは嘘の話だとか、そんな月へ行ったとか、なんとかなんとかやってたわけです。アポロ11号で先言ったみたいに、アームストロングとかオリドリンが初めて月へ登場しました。彼らの上に UFO が、本物の宇宙の UFO がいっぱいあったんですよ。だから2つの通信網がある。一般に公表する通信網。もう一方はヒューストンと彼らだけの通信網です。それは分かるでしょう。そうですよ。真実なのは言いませんよ。
ソ連ももっと前から言っておりました。だから今お話したように、間もなく漁夫の利の時代に入る。そのためには、イランとアメリカの戦争があって、イランはやられる。だから石油はどうなんやろ、えらいこっちゃそんな話をしてるんじゃないんです。僕は戦略の話をしてる。そしてアメリカと、生き残ったアメリカと中国が戦争すれば、お互いは核戦争に至る。今年か来年でしょう。あるいはもっとかかるかもわからない。そして待ってるナチスが行動を開始するわけです。